といろいろ言いたいことがあって、腕十字って絶対こっち向いて決めるもんじゃないんですよ。絶対違うよ、抜いていいよ。で、怖くもないよね。絶対怖くないんですよ。あのケツとかかとついてる人に腕十字って抜いていいよ。絶対かかんないんですよ。だから俺林田さんのケツとかかと浮かしたいんですよ。だから俺ね、左向くんですよ。これで決まるよね。あ、見たい。ここで、このセットができた、取れるといいね。で、相手が起きてきた、ここでぶら下がる。嫌だった、前に浮かされた。で、今なんか俺右向いてるように見えるけど、僕はもう全力で、全力でこっち向こうとしてんすよ。だけど多分俺より重い、俺より重い人間をぶら下げて動いてるから、ここを見て止まるだけで、でもこの形見て、あ、ここで決めるんすねとか思ってると何も起きない。ガラガラガラでしょ。めっちゃこっち向くんすよ。こうすると決まるよ。っていうかこうしないと決まんないと思うんだよね。ジャックナイフ付近で起きる。そしたらちょっと手離して浮いて、あの体を反らすとここにすごい隙間できるのね。体を丸めて起きる、体を丸めて起きて、ここがあんま浮かんで、これすごいマイルドな倒れ方になるんですよ。こう鋭く起こしてパコンと寝る。こうふにゃんとか、ふにゃんと起こしたらこうすごいマイルドにしか寝れないから、そうやってみよう。そして起きて、そうで左、今ね 俺を見てるから、もうここの床を上げる。左肩交点なんで腕十字って、床みたいな。さ、起きて、そうあとはかかればこれ取れるでしょ。今はもう崩しとかけるのがまだ初めてだから、おっかなびっくりで崩してる。もう一回崩して、ただもうああいう風に崩せれればかかるから、そのうちで前に引っ張り出されるから、俺手が出るから腕十字かかるんですよ。こうケツに耐えてかかってるのは手出す理由がないもんね。しかもケツが重いから手引けるわけよ。こうされて手が重くなってるから、もう二度と手が引けないから決まる。うん、これなら決まる。抜けないし、ありがとう。俺はそうするよ。いろんな、俺より体が、あ、でも俺違う、普通すごいみんな体柔らかいから、なんか丸こう、いや、そんなこと起きてる人そんなんいないよって思う人もいると思うんで、一応言っとくね。これ取れるのか。あの、すごい体柔らかくて俺できないけど、こんな風に丸められてもいいって人はね、自分からケツを抜いて結構ね、足首付近で作るんだよ。これも抜けそうだけど、まあ、僕はよく言うんですけど、抜けそうで抜けないときに関節技って一番決まるんで、でも俺みたいに体の硬い人間はここでしか蹴れない。だって本当に試合でこんなことして潰されたら俺死ぬんで。だからそういうこととか、ランドリーでもね、でも別に体柔らかい人はここからこれ握ったらギュー引いてくるってこう抜いてしまって、ここで後転始めてもいいよ。ただこの自由になった腰を動かして、あの、今俺下手、そんな柔らかくなるからうまくないけど、だいつもその先っちょで蹴ればいい、あの、触れるからさ、でそういうのできる人はすればいいし、俺みたいにできない人は起きて寝る反動で腿でパコンって脇あおって、あの、崩して決めんといかんわけ。俺はそのワン、その一発目しか俺はできないんだけどね。
体型似てるから多分それでやった方がいいと思う。そう。今レイクもやってるけど、うん、こっから起きて寝るときに90度向きを変えて寝る。90度以上変えていい。こういう練習をすると取れるようになる。そうそうそう。あ、で、そうレイク、あのこの相手を煽る足と煽らない足、この弾みをつける足は床に落としなかったけど床につけるぐらい。ただこうこの足は勝手についてくるから、そしてこう思いっきり煽る。これを浮かしてるとほらここで止まっちゃう。この足は床にこうつけようとした